はい、こんにちは、豆魚雷の小枯です。本日は豆魚雷プレデター大図鑑ゴールデンエンジェルプレデターを取り上げようと思います。はい、ではですね、今回、以前ご紹介したプレデター2に出てきたエルダープレデターですねの、まあ、ちょっと続きものみたいになっておりまして、実はこちらのゴールデンエンジェルプレデター、エルダープレデターの若い頃の姿なんですよ。でエルダープレデターはその前回お話ししたんですけど、まあとにかくおしゃれですよね。こうピアスがあったりとか、ドレッドにこうビーズがついてたりとか、なんかこうちょっと他のプレデターよりもおしゃれだったんですよ。でなんかね、やっぱそこら辺もね、さすがエルダー、昔からちょっとね奇抜な格好をしててね、非常に魅力的なんですよ。ちょっとマスクのデザインが他にはない感じだったり、まあこのアーマーが金色だったり、配色はね、自分でいじれるもんじゃないと思うんですけどね、ライムグリーンとイエローみたいな派手な配色がすごく印象的な答えになってます。で、プレデター2、最後にこうハリガンに銃を渡すじゃないですか、エルダー。で、あの時ちょっとね、名前が覚えられないのでメモしました。あそこにね、ラファエル・アドリーニっていう名前が書いてあるんですよ。で、年号が書いてあって、あれは1715って書いてあって、で、これがなんでエルダーが持っていたのかっていう話が、いわゆるこのゴールデンエンジェルコミックの中で語られていまして、まあ、ざっくりご紹介すると、とあるそのラファエル・アドリーニっていう海賊がいたんですね。で、そこの海賊が自分の配下にこう寝返られちゃって、で、こう揉めるんですけど、そこにちょうどこうゴールデンエンジェルが居合わせて、こう、図らずもゴールデンエンジェルとその船長が共闘する形になって残るわけですよ。で、まあなんとか全員倒したらやったぜっていう感じになるんですが、最後実は潜んでた自分の仲間にその船長がやられてしまうわけですよ。でそこでその船長からあれをもらうんですね。あの例のフリントロックピストルをもらうわけですよ。で持ってけって言われて、その代わりにゴールデンエンジェルはこの剣を彼のこう墓標代わりに立てて去っていくわけです。でその時のセリフがそのままプレデター2の最後のシーンの受け取りテイクイットっていうところに使われたり、ずっとこうね狩人として戦ってた彼ならではの過去にこうエピソードがあるっていう、かなりこう渋い答えとなっております。でですね、ここからあくまで僕の妄想の話になってしまうんですが、現行でネカが、ロストクラウンをアルティメットシリーズで出してるじゃないですか。あれってそのプレデター2では見せてない姿をの立体化してる部分なんですけど、その最後にはやっぱエルダーが待ち構えてるんですよ。でそうなるとエルダーの追加の武器は何なんだろうとか思ったりするわけ で僕がやってほしいのは、まあ、この先ほどお見せしたこの刀ですね、ソードを船長の墓標に使っちゃってるんですけど、現役時代一番こう得意で使ってた武器は刀だから、そのねエルダーの時も実は武装が刀だったら熱いなーとか思ってたりします。この思いがネカに届くというという感じで、今回は前回と一応続きに近い形でエルダー、まあ、元いゴールデンエンジェルをご紹介させていただきました。ありがとうございました。